ボーリャ。ボーリャ、ロシア語ボーリャ、ウクライナ語、ボーリャは、インペラトリッツァ・マリーア級戦艦の一席で、ロシア帝国で建造された戦艦である。ロシアやウクライナの海軍で運用され、戦列艦に分類された。艦の規模からは、土球戦艦に分類される。名称は、自由や、意志を意味する、一般名詞である。 収益当時国会艦隊の最強艦の一つで、一時は艦隊機関を務め、また、ウクライナ時代には海軍の機関であった。ボーラは、日露戦争後のロシアにおける海軍強化政策の一環として、バルト海のガングート級、セバストーポリ級に続いて建造されたインペラトリーツァ、マリーア級戦艦の3番艦である。当初の艦名は、ロシア語で、 皇帝アレクサンドル三世という意味の、インペラートルアレクサンドル三世、イムピラータルアリクサンドルトリエチーであった。アレクサンドル三世の主兵装は52口径305立、mm、方ミリメートル連装砲で、中心線上に等間隔に4機の砲塔を搭載していた。これに加えて、原則にケースメイト配置の130ミリメートル、複砲22機。 主砲登場面に 76.2mm 広角砲4機、水中発射型の魚雷発射管を船体に装備していた。無線装置としては、10.2kWT の海軍省1913年型無線機が搭載され、これにより700回りの距離での更新が可能であった。機関は、最新式の直結型タービン機関が、高速型2機と低速型2機の 計4機が搭載され、アレクサンドル3世の場合、合わせて28,957馬力の出力を発揮した。機関室は、主砲等弾薬庫に挟まれるように3区画に分けられていた。ボイラー室は5区画になっており、そこに、重油、石炭混焼水管下20機が収められた。走行は、原則走行の最大圧が267ミ、mm、リメートルであった。 これは、後に現れた、オスマン帝国巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムの 283mm 砲に、対しては、不十分な防御力であった。しかし、時間の手法に対しては 18000m まで、接近されなければ原則走行は耐える防御を、持っていた。マリーア級道警官3隻の発注は1911年6月11日に、行われ。 国会沿岸都市の各工場で順次建造に入った。その中で、アレクサンドル三世は最も遅い10月17日に、ニコラーエフのルススード造船所で起こし、1914年4月2日に浸水した。しかし、第一次世界大戦の勃発により建造作業は遅れ、さらにその後、アレクサンドル三世は1917年に勃発したロシア革命の影響を、 直接的に追った。1917年2月に2月革命が起こると、アレクサンドル三世は、他の国会艦隊所属艦と共に、臨時政府の管轄下に置かれた。4月29日には、定性的な名称を嫌い、ロシア語で、意志あるいは、自由を意味するボーリャ、という中小名に解消された。春行は1917年6月15日まで、連れ込んだ。 ボーラは国会艦隊の基地であったセバストーポリを母校とする第二機動艦隊に編入された。春工後最初の実戦任務となったのは10月に実施されたアナトリア半島沿岸遊浴であった。この時、ボーラは10月革命で成立したボリシェビキ政府に対する警戒行動についていた。当時、ペトログラーと現在のサンクトペテルブルクから離れたウクライナでは 臨時政府派が、ウクライナ中央ラーダ派に次ぐ、第二勢力として、地位を保っており、国会艦隊も、臨時政府の影響下に置かれていた。10月19日には、姉妹艦スボボードナやロシアと共に、オスマン帝国海軍の軽巡洋艦ミディリー迎撃のために、外名出撃した。ロシア艦隊は、ミッディリの無線を捕捉したが、スボボードナやロシアが、 水兵のサボタージュにより、戦線を離脱してしまったため、ミディッリの迎撃は失敗に終わった。赤軍がウクライナに侵攻して、ウクライナソビエト戦争が開始されると、赤軍は国会にあった臨時政府海軍艦艇を接収した。ボーリャも12月16日に赤色黒海艦隊に編入された。赤軍はその後ウクライナの大半をその手中に収めた。 1918年1月14日には、ウクライナ人民共和国政府である中央ラーダが、ウクライナ人民共和国艦隊に関する臨時法を制定して、国会艦隊の有を宣言しているが、ボーリャもこの名ばかりのウクライナ艦隊に含まれていた。しかし、事態は目まぐるしく変化した。1918年2月9日のブレストリトフスク単独講和により、ウクライナ人民共和国が、 中央同盟国と同盟すると、赤軍の軍事的優位は芝叩く間に崩れ去った。早くも3月中に、ウクライナ本土を回復したウクライナ、人民共和国軍は、4月には、赤軍の立てこもるクリミア半島に迫った。国会艦隊では、ウクライナ化が進められ、4月22日には、艦隊司令官のミハイル・サーブリン、海軍少将によって、すべての船舶、 クリミア半島にある港湾施設はウクライナ人民共和国の管轄下にあり、よって必要箇所についてはすべてウクライナ国旗を形容すべしとする宣言が発された。4月29日には全艦隊会議が暴力艦上で開かれた。そこで各艦の代表者たちの大半は全艦船と港湾がウクライナ国旗を形容することドイツ軍との交渉にあたる。 艦隊管理者にサーブリンを出することを採択した。しかし、水雷戦隊は抗議の印として会議に出席せず、サーブリンに対してはノボロシースクへの出航の許可を要求した。サーブリンは水雷戦隊の出航を妨害しなかった。23時30分ごろ、水雷戦隊はセバストーポリを出航した。それに対し、ボリとスボボードナやロシアが威嚇射撃を行い、 水雷戦隊は雷撃と戦闘準備の脅しで、これに応じた。結局、プロンジーテリヌイ、ケルチ、カリアークリアイカ14隻の艦隊水雷艇、4隻の輸送船、数隻の小型高速艇がノボロシースクへ向けて出した。一方、ボルシェビキは先導活動を行い、4月29日に、キエフで発生した平地ンの政変に乗じて4月30日には、セバストーポリより、 のぼろシースクへ多くの艦艇を持ち去ろうと試みた。ドイツ軍が国会艦隊に対して最後通帳を突きつけたという噂が艦隊中に広がると艦船はウクライナ国旗や赤旗を下ろして中立のアンドレ駅を掲げた。艦隊は沖合停泊地に向けて出航を試みたが二十三時にはドイツ軍の砲撃が開始された。湾に入った巡洋戦艦。 ゲイベン並びに防護巡洋艦ファミディエからなるドイツオスマン帝国艦隊からの方によって多くの艦船は出航できず、ボーリャとスボボードナやロシア、艦隊水雷艇デールスキーだけが出航に成功した。これらの艦艇は翌5月1日に目的地であるノボロシースクへ到着した。しかし3月に中央同盟国との間に締結した。 ブレストリトフスク条約で定められた条項により、ロシア連邦共和国は、セバストーポリにある赤軍艦艇をすべてドイツ帝国へ引き渡さなければならかった。これに対し、ロシア連邦共和国のブラジーミル・レーニンは、すべての艦艇の自沈を命じた。これに異議を申し立てたサーブリンは艦隊司令官を罷免され、国会艦隊艦艇上では、 艦の運命を決するための絶え間ない話し合いが行われた。全体として、ウクライナ人勤務者の多かった国会艦隊では、多くの艦艇が、祖国ウクライナへの復帰を期待して、セブストーポリへ帰還した。こうした中、暴力艦上では一連の激しい議論が巻き起こった。しかし、そこでもやはり、ウクライナに服したセバストーポリへの帰還を望む声が強かった。最終的に、 ボーリャは母国へ向かった。6月19日には、セバストーポリに寄港し、ドイツ軍に接収された。その一方で、姉妹艦スボボードナやロシアは6月18日に沈没処分された。その後、ドイツ軍はボーリャを自国の地中海艦隊に編入し地中海へ持ち去ることを検討したが、ウクライナ国政府は文書で艦船の返還を要求した。 その結果、ボーリャは、世界大戦の終結まで活動しないことを条件に、暫定的に、ウクライナ国海軍の機関として用いられることとなった。8月には、セバストーポリに沈没していた、姉妹艦のインペラトレイーンツやマリーアが扶養され、ニコラーエフにて修理に入った。しかし、ドイツの訂正が倒れると、後ろ盾を失い窮地に立たされた。 ヘイチマン政府は11月15日、ウクライナをロシアに併合するという宣言を発した。これに伴い、セバストーポリにあった艦艇の多くが、ロシア帝国の軍艦機である聖、アンドレイキを掲げた。しかし、11月24日には、南部ウクライナに侵攻した、イギリス・フランス連合革命艦将軍が、バストーポリを占拠、防糧をはじめとする国会艦隊艦艇を接収した。 その結果、ボーリャは、イギリス海軍に編入され、イギリスの指揮の元マル〇〇海のイズミットへ持ち去られた。1919年6月には、ボーリャは、他の多くの艦艇と共に連合国軍から白軍に引き渡されることになった。10月17日には、ボーリャは、南ロシア軍艦隊に編入され、艦名を、ゲネラル・アレクセイエフ、ギニラール・アレクスエイエフと改められた。 これはロシア語で、アレクセイエフ将軍を意味する名称で、白軍の英雄を称いた名称であった。防護巡洋艦、ゲネラール・コルニールフなどの艦艇を引き連れて、セバストーポリに帰還したゲネラール・アレクセイエフは、南ロシア軍国会艦隊の指揮下、活発に実戦行動についた。その中で最も知られたゲネラール・アレクセイエフの、 作戦行動は、ドニエプルイコールブーフカタ沿岸海域において、実施された反赤軍作戦への従事であった。この戦いにおいて、テンデローフスキー沖合白地を占めたゲネラール、アレクセイエフは、赤軍の立てこもる、オチャーコフ要塞砲台と、熾烈な砲撃戦を演じた。また、この戦闘において、ゲネラールアレクセイエフは、航空部隊による攻撃を受けたが、見事これを撃退した。 1920年5月11日には組織の改編に伴い、ロシア軍艦隊に転属し、白色艦隊の機関として用いられた。11月には、ペレコープイコールチョンガール作戦に参加したが、白軍の敗北と撤退に伴い、11月14日には、セバストーポリオスで、ロシア艦隊に加わって、イスタンブールへ逃れた。同地でろくな整備も補修も受けられない本艦は、 急速に状態が悪化した。12月29日には、地中海に面したチュニジア北部の町、ビゼルトにて、フランス政府に応酬され武装解除された。この時点で本艦の状態は、今まで戦闘が行えたのが不思議なほどまでに、酷使されていたたに、フランス海軍により、現地で応急処置が行われた。その後、4年にわたって、フランス政府とソビエト政府との間で、 フランスに接収された国会艦隊艦艇の所属をめぐる論争が行われた。世界がこの問題に注目し、フランスはそれらの艦艇を自軍に加えることを断念せざるを得なくなった。もっとも、フランスとしても今さら度急戦艦を一石多く保有することや、ましてや状態の悪い配管一歩手前の艦艇をわざわざ整備し直してまで自軍に加えることになんだ。 戦略的意義を見出してはおらず、問題の本質は、フランス政府はいつまでソビエト権力の正当性を人数、反共主義の白軍をかくまうのかという政治問題にあった。結局、フランスに駐留した白軍ロシア艦隊が1924年11月30日に解散するまで、フランス政府は艦船のソ連への譲渡を認めなかった。ロシア艦隊が解体すると、 フランス政府は、正式に、戦艦ゲネラール・アレクセイフが、ソ連政府の所有物であることを認めた。ソ連海軍はそれまで掲げられていたロシア、帝国軍艦機を下ろした。しかし、困難な国際関係は、ゲネラール・アレクセイフの返還を許さなかった。また、前述されるように接収以前で、すでに状態の悪い本艦を、ソ連海軍は破損のひどさを理由として、引き取りを、 希望しなかった。ソ連にとってフランスにある感染変換問題はソビエト国家の承認問題における政治的取引の材料として重要だったのであり、無事承認された今、国内に残る感染すらほとんどを解体処分にしているような状況で、わざわざ国外にある感染を持ち帰ることに資金と手間を費やすはずもなかった。ソ連が受け取りを拒否したため、 1920年代末には、フランスの民間企業に売却され、解体の準備が始められた。最終的に、ゲネラール・アレクセイ・エフは1936年に、ブレストで解体処分された。国会艦隊の説明によれば、ゲネラール・アレクセイ・エフの砲塔は、フランスのダンケルク級戦艦の建造のために、強制れたとされているが、フランス側からの情報の裏付けはない。 ゲネラール・アレクセイ・エフの一部武装は1940年にフィンランドへ引き渡された。305mm 砲はそこで沿岸砲として用いられた。しかしフィンランドに送られるはずであった武装の一部は目的地まで到達せず途中でナチスドイツによって接収された。そしてそれらはドイツ国防軍によって大西洋岸の防御に用いられ。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。